はい。えー、それでは事前調査。えー、阪急杯中山記念ですね。はい。いよいよ阪神中山が、えー、開幕ってことでいきましょう。はい。その前にですね。やっちゃいましたか、また。えーっとね、もうね、まあ、ピスカデラの外枠で4着もあれなんですけど、もうね、もうさ、もう、論外ですね、もうこれ。 いやー、ピスカデーラもスパイクナードもやっぱりね、状態良かっただけに、これはえぐいわ、ユ一イ一何してあっちゃっぱもう下手くそやわ。道中内回ったらしためたいやけどさあ、4コーナー回ってお、まあ外持って行ったまではええけどさ。 すいません、あの、進路開かずにウォーサーをしてました、これ。馬がめっちゃ割れてました、これ。首上げ作してた、これ。何して手応えめっちゃ良かったのにね。すいません、あの、3回、4回ぐらい当てましたね、ウォーサー帰ってください。で、その続きでこれですか、これ。ゆうちなんと、今度は、ダノンメジャー交渉あっちゃった。あー、今年も1枠のゆういちさん信じようと思ったけど、ダメでした。素直にトリオン風からでした。 ただ、トリウーンから来たところって、鈴鹿デビュアスですら3着やったんで、生まれん取れてないし、はい、2着に、クイーンズミラグローブービー人気ですか。はい、まあまあ、変え、変われへんわーって言ってる方多いと思いますけど、一応、一応、うっすらこれ、中京惨敗から来てました。ありがとうございました。まあ、2000メートルの愛知杯なんですけど。 はい。まあまあ、相手失足したってことで。まあまあ、リンクしましたかこれもしかして。やめとこう。もうこれ以上深入りしたらもう全部旧中京経由のカーナーかなかなのかやめときます。中京2200からの経由だけにしときます。ありがとうございました。<laughs> フェブラリーステークスですね。ちょっと、えー、ババとペースが、えー、マッチしすぎてど、ドんこのメ一着。これ、ね、ネギシステークスに続いてやられました。ありがとうございました。 はノンコの夢ね、えー、時計早い方、いわゆる足抜きのいいダートのババですね、がいいよって話だったんですけど、はい、えー、ちょっとね、展開もあって、ババもあって、えー、ババ的にね、えー、完全に土曜日の時に時計かかるダートのババやったんで、ノンコの夢にとってはね、えー、その時計かかるババは不利なんですけど、えー、前は早めに、えー、潰れていった分、ハイペースやって、 な、えー、んコネ弓にとってはもうあれがちょうどベストなと勝ち時計でしたね。1分36秒ちょうど。うんえー、前半ね、ハイペースにかかわらずね、えー、後半、えー、時計かかって1分36秒。普通、基本ね、ハイペースなったらね、えー、全体時計速くなるんですけど、それでも1分36秒かかったってことは、やっぱりパッサパサのダート、えー、完全にパンパンな両方でしたね。はい、ちょうどノんコネがマッチする舞台でした。 はいまあそんな中ですねスタート出遅れ、えー、最後の直線ハイペースにもかかわらず先頭、えー、を早めに切り出したムンアさんお見事はいあれ,あれで負けたら仕方ないっていうねよくあんだけ出遅れて促せたなっていうね やっぱり最強外資ですね。重かったですね。はい。3着にインカンテーション。で、えっ、ー、と、昨日の紹介でですね、えー、その土曜日がね、時計かかる両方衛やってるのをちょっと紹介し忘れてたんですけど、えー、それも含めた上でね、インカンテーション、まぶさしのステークスも買ったってのもありますけど、一応、えー、あのね、2年ぐらい前ですか、ハイブラリーステークス、えー、コパンリキー買ったレースも1分36秒ぐらいの時計かかる決着やったんで、やっぱりあの決着になってくるとインカンテーションの出ばやなって意味を含めてインカンテーションを押したんですけど、まあ、思い事でしたね。ありがとうございました。 はいちょうど1分36秒決着やったんで、はいちょうど来てくれました。ありがとうございました。ギリギリワイルド取れたんで、まあ、取り紙ですけど、えー、よく行きました。ありがとうございましたはい、4着にサンライスの場ですって、これ、あっちゃっ、パーやこれ、ノンコのんこでもおらんかったパンパンパン,パン言って言ったの、これ。ありがとうございましたはい、ということで、お待たせしました。出走表行きましょう。の前に妄想収支ですね。レッチゴー はい、えー、妄想終始ですけど、ここから大焦点、えー、まさかの競争中止でやられてもたんですけど、はい、フェブラリー一応鳥紙ですけど、まあまあまあ、ある程度戻ってきたんと、あとまあ、京都ヒン馬も、えー、ちょろっとね、鳥紙ですけど、こちらも、えー、フェブラリーぐらい戻ったんと、あとダイヤモンドステークスで回収できたんで、えー、思ったより、えー、回収良くなってきました。94%ですか。はい、えー、ようやく、なんか、 えね、マグレが来たなって感じですねまあただ、勝因がですね、この木更木賞までね、全然母がで返しとれて50%で、また今年もあかんのかと思ってたんですけど、やっぱりポイントはですね、節分ステークスの、えー、ヒストリアですね、えー、あれのババアね、あそこでね、えー、4万円副賞飛んできましたけど、あそこの代償が大きかったなと、あれでもう完全に外回しともあかんと思って、えー、東京新聞杯リスグラッシュですね、はカラえ怒涛の東京芝、えー、共同通信杯クイーンカップ そしてダイヤモンドステークスと。はい。東京、芝、住所4つで、す、え、べ、ー、てプラス叩けたんで、これは非常に大きかったですね。はい。節分ステークスの4万円、ち、えー、ってしていけましたけど、えー、その分、現実馬券、ちょっと回収できた気がするので、ありがとうございました。はい。で、えー、あとは、えー、デムタラが、えー、結局デム長がなかったんで、えー、今回度、度外視、度外視っていうか、3個外、はい。えー はい。カウントなしですね。ノーカウント。で、復唱生活、逆にちょっと押してきたね。はい。えー、結局、第4弾で4連勝。えー、この時、中京とかあって、ウォーウォー言ってたんですけど、最近、中京ないんで。はい。えー、ガンちゃんでいただいてから、えー、ヒストリアでね、えー、そのチッティしてから、ロアウソリエ、ボカツヨーネ、ピスカデラ、スナー、スパイクナードと。はい。ちょっと、風もあって、5連敗ぐらいしてます。あっちゃ、ポーシュ。 はい、これは非常に痛いですね。そして回収率が、ね、100%とうとう切ってしまってね、ま,あ、まだ92%なんで、まあまあ現実馬券にしてはべてるんですけど、ちょっともう一回気合い直すんでよろしくお願いします。また小倉、来週狙いたいんでよろしくお願いします。はいということで、お待たせしました。えー、出走表いきましょうか。ははい、えー、それでは出 投票行きましょう。の前に、副賞生活は、えー、都合悪くても、えー、改装しますよ。<laughs> はい、今日,日、ひた特別行きましたね。えー、昨日、えー、誰でしたっけ昨日は、えっと、ぴすピぴ、ピぴピ、ピピピなんちゃら、あれ、何やったっけ <laughs> すいません、何でしたか、昨日。 昨日は、昨日は、アソィスカデーラ4着。はい。今日も中級二2200で行くって言ってたんけどはい。ヒタ特別ですね。スパイクナードまだ中級二2 0 0経由。はい。こちらで超維持予想、予想もしてないんですけどね。行ったんですけど。まあ、怒りましたね。まあ、非常に良いったこれ。はい。えー、やはり屋根がダメなんですか。絶好の内枠。 前出さずに後ろから、まあまあ、この馬後ろからも行けるってことでええかなと思ったんやけど、抑えすぎてました。ただ、隊列良かったにしても、まあまあ、前が流れたし、まあええかな思って見てましたよ。これ、うちでロスなく貯めてどこ持って行くの見てたんやけど、 まあ、こっから馬群が凝縮して、まあ、外行くのと思って、わあええー、ですよ、思って、うちロスなく回ってたし、と思って、来た来た、どこ行くの思って、馬が斜め見てます、はい、斜め見たから、左向いた、はい、外行くよ、だけど、外から被された。じゃあ、これ、うち行くよ、って、うち行かされたんですけど、また、うち、海が邪魔でして、また右向いて、馬左向いて、右見て,見て,見て、右肘左肘、右肘,右肘,右肘、左、肘、右、肘、左肘でゴーリン。あっちゃっぱい、これ。何して 何にして右肘、左肘言うてるやつはどうこれ。もう一回見ておきましょうか、これ。すいません、う何回くっ向いてるんですか左向いて、はい、今度右行くよ、言うて右向いて、行きましょうか。で、また左向いて、また右向いて、何回見てるんですかまた左向いて、5回向いてるんで、これ、右肘、左肘。あ、ちゃっやめてきますわ。やめてきますわ、もう。ほんまような書いてあるわ。すいません、土日のね、2万円返してください。<laughs> <laughs> はい。 ということで、半、え、球、ー、杯の方、まず行きましょうか。冗談さておきもう。はい。もうお腹痛いです。えー、すいません。土曜日重症ないんですね。はい。わかりました。了解です。では、半、え、球、ー、杯から行きましょうか。はい。 お待たせしました。長々と前説長くてごめんなさいね。ただ、半球杯中でも、大した鉄板データがね、最近のように言ったらあれですけど、ないんですね。最近ちょっと住所ちょこちょこ取れてるんですけど、えー、半球杯あんまりないんですね。はい。で、去年のレースはもう度外視でいいです。こんなことまあありえません。人気示す通り、こんなことまあありえませんので。二、えー、2年前は、ッキーアイル買ったね。あっ 確かこの時ね、もう上位4と印しとって、そのままぴゃんぴゃんきってね、ワッショイワッショイってましたね、これ。ウィン58万円、7万円から。ウィン5もなんか最後デラメンって中山家に買ったんでしょ、これ。ウィン5も当たってワッショイワッショイってたんやけどね。うーん、なんか結局普通に阪神1 0 4えー、で、実績はルーマーでいいんちゃうかなと思ってますよ。開幕週といえども、えー、京都みたいにそんな思んない前のれとか全くないんで。はい。 で、まあ、えー、注目すべきは一番人気、レッドファラクスさんをどうす料理するかですね。これまた後で考えますちょっとこのまま一にややこしい。毎年ややこしい。はい、あ。休み明けとか関係なくなんか怖いんで、まあ、ただ高松宮記念が本ちゃんですよね。ですよね。ちょっと私、情報太い,いんですけど。そうなってくると、まあ、去年がえ、結局ね、休みん明けぶっつけ本番の3着。はい。 ちょっとやっぱ後悔残る競馬したんでうーんまあこれ考えるとまあスプリンダーステークス休み明けないうまいことパチャってい行きましたけどうんやっぱり去年のこの状況を見るとやっぱりちょっと一回使ってってイメージ非常に今年強いと思うんで明らかに高松戦は記念えーそれは狙ってくるの間違いないんでまあベタにここは重く印は置かないでおこうかなと思ってますうんでまあそうなってくるとおそらく2番人気ですけどモザーはスコット ぐらいになるんちゃうかな思ってますちょっと他に乗、えー、りに乗ってるのがいないんで多分ね見てる限りそんな人気でそうなのままおらんのではい持たずこと人気でしょうねただ安状がちょっとはってなんで誰が乗るんですかってことってうんまあ一応、えー 4着。まあまあ、G1 バイスラムイーダダンスディレクター、重傷バサングレーザーも、え、舞ちゃんも実績あったように。で、えー、何でしたっけ スワンステークス勝ちましたね。それ考えると、まあ4着。えー、このメンバー相手やったら、まあ立派なんですけど。まあ、たラチャックさ見てる限りね、そんなにね、ごっつい設定だかっていうと、まあそうでもないですね。サングレーザーですらね、ね、えー、もう2着馬と離されてますし、その後のまた4着馬も離されてるんで、そこまでね、おーおおっていうね、あれでもなかったんですけど、まあまあまあよく頑張りましたそれ。それでもよく頑張りました。はい。頑張りました。はい。阪神戦4、初めてです。 まあまあまあ、この端で見てると、まあまあまあ、まあこなせそう、こなせるかなって思っとるんで。で、賞金的にも、えー、ここカットかんと次、どこ出るのかわかりますけど、大舞台で、賞金足りなくなるんで、まあまあ、本命候補でもいいんですけど、あとはね、次第ってことで、まあ一応、まあ腐っても対抗ぐらいには一応っされておきましょうか。事前調査ですけどね。はい。で、えー、もうちょっと注目したい馬がいまして、とりあえずからくれないですよね。はい。 えこちら、えー、もうね、えー、最後直線、坂がある方がいいのも、見えなさんお分かりの通り、超イージーの馬なんで、はいまあ、そんな中ですね、京都でね、えー、秋から、あるいはロードステークスですね、ちょっと距離長いとこ走らされて、あるいは京都3回走らされてましたけど、うん、やっぱりこれ見る限り、具、ま、体、あ、的性京都は、 ないの分かり、もないとはあれですけど、ね、ちょっと不利なの分かりますし、まあ、その中でもやっぱりね、京都1002で4着ですよね。やっぱこれ見てると、やっぱり距離適性は明らかに12004の、えー、実績、実績というか12004の舞台。うん、で、えー、ま超イージーですけど、やっぱりサッカーがあるってことで、まあここね、えー、もう最初の頃に、もうフィリーズレビューもそうですけど、 うん、やっぱりこの舞台ね、2回勝っとるんで、いくらこれがね、同級生対決というでもね、はい、シルクロードステークスコバイトの4着考えると、やっぱり阪神専用は追い風。はい、で、桜花賞も距離長くても4着来てるんで、やっぱり阪神に母体的性はまず1歩あるかなと思ってます。うん。とりあえずこのまま押さえておきます。で、えー、もう1頭ですね、えー、もう1頭注目したいもるんで、 シュウジとかね、えー、ちょっとやっぱ、えー、毎回コントロールなんと言われてますし、ダイアン・ヘールはやっぱり、どっちかっうと、えー、京都小倉やし、そうなってくると人気ある中で注目したいのがこちらですね。はい。今んところ暫定で押しましょう。星マークにしておきましょうか。はい。ディバイン・コードですね。こちらでちょっと応援したいなと思ってます。はい。えー、ようやくね、この馬の。 えー、ベストな舞台来たなと思って。はい。もう前からでてまずこのままね、やっぱり戦四がいいって言うてるんですけど、相変わらずね、やっぱり、えー、G1 となってくると、やっぱり戦六が、やっぱりメインになってくるんで、そうなってくると、やっぱ戦六の経験、ね、必要なんですけど、はい。まあ、よく書かんとね、えー、ね、よく書いてる場合じゃないんですよ。とりあえずね、このまま実践券の3歳オープンだけなんで、もう前線はいいんですよ。とりあえずね、 賞金ないと出れないんですっても。毎回言うてません、これ。平地収穫賞金1900万ですよ。プラス今年高級ですよ。ね。はよ、賞金稼いがなあかん言うてんのにね。 なんで戦力出るのって怒ってるんですけど、毎回ね。はい。0 4あるいはもう最悪0 2に出てくださいって言ってます。はい。で、ようやく出てきました。ようやくね、学習しましたね、これ、0 4。うん。そこやね舞台。も前から言うとね。うん。で、ようやくそれ学習したんで、ま、あ今回買おうかなと思ったんで。まあ、それだけでいいでしょうね。アーリンドンカップね。え、東カレースをして、私、軽視してましたけど。はい。まあ、距離長い中、よく3着ねばったなーってのと。 はい。ま、あどないしても1004がベストな走りしてんのも目に見えとるんで、今回ラッキーですね。あれですね。リゲルステークス一夜の長くてもね。はい。一応3着。で、このレッドアンシェル、里のアーサーね。はい。レッドアンシェル、この後。この後でしたっけはい。金牌3着前線してますね。里のアーサーどっか行きましたっけ里のアーサー最近どっか走ったあ、そうですラック,クステークスすればガンちゃんに勝ったんで。うん。やっぱりこの相手に、えー、3着。 いいでしょうね。サトナーさんに頭差なんで、これ考えたらいいんちゃいます。はい。うん。なかなか強い相手に頑張りましたね。距離合ってない中ね。レッドアーサー、サトナーさんの方が明らかに戦略向きだったんで、それ考えると明らかにディバインコードよくいい競馬したなと思ってます。はい。前走もね、うん、えー、距離長かったんですけど、まあまあ、この相手に5着。はい、立派でしょう。うん。 皆さん、後方からの競馬だったんですけど、ディバインコード、前目でよく粘りましたっていう5着やったんで、やはり最後、市原長かったですね。あれなかったら、まあ、馬券、絡んでたかもしれんなーっていう走りしとったんで、はい。ちょっとね、最後ね、うちらちいっぱい走ってほしかったんですけど、打ち明けて、ちょっとサタナエイスに進路譲った感あるんで、あれがちょっと痛いですね。あれだけですね。はい、ありがとうございました。はい。まあ、新、関係新カップチャー書 環境配か。そんないうことありません。えー、モザースコット、えー、が、まあまあ、印、安定にしといて、レッドハルクスは本チャンで、自己調査とかで考えるとして、まあまあ、からくれないディバインコードが面白いかなと。で、からくれない、またね、継続して池添さんですし、ディバインコード情報によりますと、岩田さんって情報になってます。ってことで、毎回言ってます、うちの岩田ってことで、うち役引いたら絶好の回やと思ってますんで、よろしくお願いします。はい。では、えー、続いて、 で中山記念いきましょうかはいそれでは中山記念いきましょうかはい今年はエアスピネル回避等とありまして出走馬登録馬が十頭しかいません残念ですねまあ毎年等数少ないですけどはいで今年は、えー、なかなか えー、メンバー揃ってるかと思います。エアーケオンの裁判にね、アイルリッド、ペルシアナイト、インブライトと、はい、なかなか実績あるもルまで出てきました。はい。でですね、えー、この舞台ね、正直ね、えー、これっていうデータないんですよね。うん。 はい。えー、枠字も頭数少ないしそこまで、えー、関係ありませんし、かといって、しぼぼで見るかっていうと、そうでもない。中山適正。えー、あるんか知りませんけど、まあ、そうでもないですね。中山ナイトとかの時はね、あ中山校舎やなと思ったんですけど。うん。特にヌーレコールとジャスト部が中山校舎や,かやったかっていうと、そうでもないし。 うん、ちょっと、ネオリアリズムのね、中山の実績確か全くなかったんですけど、来てもうたし。はい。特にないんですよね。で、ただ、ここ2年は超維持に、堀さんに最強外人。ね、毎回言ってます。はい。2年前も堀さんに最強外人っていう、超維持は出たかったんですけど。はい。じゃ今年何見るか。ちょっと今年ね、堀さんも出ないし、ね、勝利の方程式がないと。どうしようかなと。まあ、一応ですね。えー、中山、 実績で考えるなら適性を考えるなら桜アンプルールが、えー、馬券が3110ってことでで1回負けたのがあれ間記念だけでそれ以外レース見てると去年の中山に記念2着あるいは2008は条件戦という間を馬券全て絡んでるんでで、えー、前走も一応見ておきましょうただこれ前走、えーみえー、多分、ね、記憶ある方おると思うんですけど、えー、デムちゃんがやったですね スワ、はい、ーボーチャリーズさんがやらかしたレースなんですけど、はい、あ,のあれの被害馬ですね。はい、えー、まあ間接的なんですけど、えー、外かチャリーズさん、オレンジ棒が寄ってきて、サクランプルル、黄色にと言いますけど、うちの黄色ですね、ピンクの勝負服なんですけど、まあ、こちらがやっぱね、間接的にちょっと挟まれて、最後もう馬が飛び上がってますよね。で、まあ一応最後、もう最下位まで落ちちゃったんですけど、まああれなかったらね、ある程度やっぱ中山、えー、の向むく、 えー、走り方しとったんでまあまあ、えー、馬券は言いすぎかもしれないですけどまあまあ掲示板は普通にあったんちゃうかなっていう競馬をしてましたうんで、まあ、前走度外視と考えるとね今回もう正直ね人気予想通ではそんな出ない雰囲気やったんで、えー、買いって方おると思うんですけどうんいいかと思ったんですけどちょっとこのね前走のこのイレギュラーな挟まれ方で もしね、この間自身にな、精神的あり身体的にダメージがあるなら、ちょっと今回、えー、不安材料残るかなと。はい。有馬記念明け、え感、ー、覚そんな空いてないんですけど、うん、一回ちょっと休みた方がいいんちゃうかなと思っとるんで、個人的に独断の偏見では今回ちょっと分厚くは買いづらい。もあ、さえますけど、ちょっと軸では、えー、買いづらいかなと思ってます。 うんちょっと異例な負け方やったんで、うんちょっと怖いですね。うんまあ、前走がね、全く、えー、ダメージなく、今回走れたらそれでいいんですけど、うん、ちょっと今回まだ印、一応、まあ、まあ中山校舎は、えーね、否定できないんで、一応、黒三角ぐらいまでしときましょうか。はい。で、えー、それよりもちょっと期待したいんが、えー、ウィンブライトですね。 一応本命ぐらいにしておきましょうかはいウィンブライトえー、一応このままえー、中山校舎は分かりますねでどっちかっちいうとえー、中山金牌あるいはですねえスプリングステークスとか冬のこの中山ですねまあ確かに向くの分かるんですけど え中山金杯もねただスプリングステークスもね多少やっぱ時計かかるババやったんでえこの前にとっては中山え開幕週のねえ中山記念はちょっとやっぱ時計早くなったりすることあるんでえそれ考えるとえやっぱり中山金杯で成績残ってるようにまあ全体時計これ早いですけどえ一応冬開催ってこともやっぱり どっちかって時計かかる場ばやったんで、うん、それ考えると今回のちょっと高速決着になったらもしかしたら軍配が上がりづらいかもしれないんですけどまあそれ差し引いても、えー、今4歳馬で他の休み明けの小馬を考慮するとまあこの馬がローテーション的にもここおそらく本気じゃないかなと思ってますはい えー、中山は実績あるんで、まあ、コーン糸は一応押,、えー、押さえておくって頭入れるときます。で、ここですね。ちょっと一個注目したい、えー、あれがおるんで、あれ、あれ言うとあれですけど、うん、ここね、えー、ちょっとね、えー、去年のレースで気になったことありまして、はい、ここ、 から独断と偏見性帰ってきますよ。はい。えー、興味ある方だけ耳かっぽじで聞いてください。はい。えー、ネオレアリズムが去年買ったんですけど、はい。 え、どうしましょうかね。えー、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。ここちょっと時間取りますね。ごめんなさいね。はい。まあ、去年だけかは知らないんですけど、ちょっと去年おっと思ったんで、はい。まあ、これがね、今年も当てはまるかどうか、えー、私のこの独断と偏見を信じるかどうかはあなた,たち次第なんですけど、バケンはセルフサービスなんで、自己責任なんで頑張ってください。えっ、ー、とですね、どこでしたっけ何でしたっけあ、ここですね。はい。まずですね、開幕しの土曜日のレース。中山見ておきましょう。えっ、ー、と、見やすいレース。どうしましょうかね。 中山戦8同じ舞台見ときましょうか。牝馬限定数なんですけど。まあ、開幕手でね、えー、時計が速くなる分かるんですね。そんなん分かるんですよ。もうそんなんね、高速ワーワーとか、そんなんはもうどうでもいいんですよ。どうでもいいこともないけど。はい、でですね、まあ、えー、この時の、A、4コーナー,、えー、馬が回ってくるんですけど、えー、この時のこの状況、はい、見といてくださいね。多少ね、まあ、 えー、去年のね、砂のさつきショーとかで紹介しましたけど、多少ね、芝のとこね、茶色いもんがね、シャーシャーなってるのがわかると思うんですけど、やっぱりね、この冬開催、使った後のこの春開催ですよね。やっぱね、多少巻かれてますね、これ。はい。巻かれてますわ、これ。うん。巻き巻きしてます、これ。はい。何を砂ですわ。 はい。冬で使った後なんですかね。おそらく巻き巻きはしてると思うんですけど。で、まあ土曜日はね、そんなね、陽民とはからんぐらい巻き巻きやったんですけど。日曜日ですね。はい。同じ1008の9レース見ておきましょうか。はい。これが怖いとこ。土曜日にね、ある程度高速かかるババアとかね、時計かかるババアだなとか分かったところで、ね、日曜日にね、ガラッと と変わるんがこの J R a の特急はですね、はいスタートしてはい四コーナー回りますね、はい、えーも,うね、もうね、土曜日よりひどいんちゃうかったこれ、なんか私の記憶ちょっと違和感あったんですけど、はいはいもう下多分土曜日よりね明らかにね茶色が多くなってますとかいうか。 はい、ってことでね、これに、土曜日も多少巻いてたんでしょうけど、日曜日ね、もっと巻いてきました、これ。巻き巻きしてました。はい、で、まあ、これがね、確かに時は早くなるわけなんですよ、砂巻いて。うん、これが、たらのね、ローラーゴシゴシしたね、えー、芝カットしたね、高速バオと何が違うか、砂巻と何が違うか。はい。去年の砂サ付キショーでもね、まあ、私ちょっと、えー、ちょっとまだね、考えが浅はか,かったんで、結局ね、この、 津波したところで結局チッていしてもらったんですけど、負けは。何が違うか、もう学習しましたよ、はい。はい。1着にね、パワースラッガーが来たんですけど、はい。パワースラッガー、それまでどこで成績上げてましたか、中途。はい。中山のマイルなんですよね。うん、はい。3着、2回。うん。てことで、去年のペルシャンナイト。 アーリントンカップから来ましたけど、マイル適正のものが来るんですね。たラタンの高速決着向きじゃなくって、はい。もう、マイラーぐらいが2000もこなせるキルネサツキショーみたいに、中山記念ももしかしたら今年ね、砂巻いてくるならですよ。そうなってくると、ここ星マーク振っときますけど、まあ人気は一番人気でしょうけど、面白いなぁと思うんが、 ペルシアンナイトやね。これは非常に面白い。はい、まあね、距離関係なくね、暗情出向っちし、人気出るのは分かるんですけど、それはしゃあないとしても。ただやっぱりね、それはね、えー、普通の一般のおじいちゃん、おばあちゃんはペルシアンナイトやると買うんですけど、 ね距離関係ないでデムーラーで、デムーラーでて買うんですよ、そら。うん、それはわかるんですけど、多少競馬かじった方やったら、明らかにね、えー、4コーナーありますし、直線短いですし、猫、ね、回りですし、ね、距離1波の長いと、そう考えるとね、ペルシアンナイトはね、後悔じゃない、人気出て飛んでくれと思う方、結構おると思うんですけど、うん。はい、むしろこれはね、買わなあかんレースなってきます、これ。はい。えー まあ、マイル適性があるっていうのは、まあ、一旦で証明できたんですけど、うん。はい。えー、まあ、一応参考レース、アーリンドカップ買った後のこの皐月賞を見ておきましょうか。はい。こちら多分今年もね、もしかしたら砂巻いてきたら紹介すると思うんですけど、はい。もうね、皐月賞になってくるとね、ババ,バが痛んできてね、やはりね、砂巻いとかんとね、うん。やっぱりね、えー、芝の痛みがカバーできないんで、はい。もう、はい。うち、 外もですけども、も芝がね、シャーシャー言うてるんですね。はい、茶色の見えますね。はい、砂ぼこり。はい、でもっと広いです。やっぱり、サスキションの時、はい。もう後ろすんごい砂出てますこの後ろ,後ろ。シャーシャー言うてます。はい。もうこうなってくると、RY もそうですけど、やっぱりね、RY もね、どっちかっていうと二2 0 0とか長いの分かってるんで、やっぱり1 0 0八1008、たちが来るんで、ペルシアンナイト、RY 決着。はい、もうスピード決着。はい、マイラー。でもゴリンってことは1分57秒8。 で、えーまあ、もう一個言っておくと、えー、このそのサツキショウ、えー、ペルシャに乗ってたもの、ってたもデムちゃんですよね。で、えー、サツキショウで、えー、振り返るとですね、えー、実はですね、えー、ロゴタイプですね。 はいロゴタイプ、の、え、ち、ー、に安田記念でマイル適正示したように、中山校舎は分かりますけど、どっちかというとマイラータイプ、中山マイルがベストの馬。と、はい、いうことで、この馬も実は皐月賞を買ったんですけど、これも実は、えー、砂のおかげ。はい、えー、当初、ね、レコード決着って言われてたんですけど、はい、えー、この時も実は砂が巻かれてたんですね。はい 7番の外回してるんですけども砂がシャーシャーというのが分かりますよねはいキショーで砂が巻かれるのね、えー、結構まあ、珍しいって言ったら大げさですけど、えー、これ確か5年ぶり4年ぶりぐらいかなこのまとめ巻かれたんだと思うんでうん。 えー、今年もちょっとね、狙おうか迷ってるんですけどね、砂出てきたらね、マイラーね。はい、もうロゴタイプ、まあ、後のちのマイラーバーですけど、ここでも皐月賞で買ったように、ペルシャンナイト、砂巻かれたら絶好の回やと思ってます。で、こん時き乗ってたんも、アンジョデムちゃんってことで。 やっぱりデムちゃんね、日曜日とかでもそうですけど、砂巻かれたら分かるみたいですね。もうどこ通ったらいいかとか、今のもね、外回して買っとるんで、内々が緩いじゃないっての分かるんですよね。はい。もうそうなってくるとね、もうこれデムちゃんやし、ペルシアナイトでしょ、マイラーでしょ。これはもう、もう、もうここ買わらなか、これ。ま、注意しておくとさっき言ったように、砂が巻かれた時なんで、それだけ注意してください。で、えー、去年のレース見たようにね、 え、土曜日はね、ちょっと巻いてただけなんで。まあ、ただ逆に言うと、ちょっと巻かれたってことは、え、明らかに芝沖西のね、j r のおじいちゃんおばあちゃんが巻き巻きしてきたってことなんで、え、土曜日のね、レースがポイントです。土曜日で多少でもね、砂が見えたら、日曜日まともに巻いてくる可能性あるんで、はい。土曜日にもしね、全く巻いてこない、ばばやったら、 ペルシアナイト諦めようと思ってるんですけど、とりあえず土曜日のババ見てからですね、本チャンでこれは決めたいと思います。で、もしほんまにマイヤー向きのババなるなら、こことアエロリットぐらいは抑えとこうと思います。このも一応 NHK マイル買っとるので、どっちかというとマイル向きなんで、はい。まあまあ、こういう意図かな。まあ、どっちかっていうとでもやっぱりデムちゃんのペルシアナイトは惜しいですね。うん、で、こうなってくると、もう砂巻かれ出すと、 サクランプローラー去年ね、砂巻かれた中、えー、来たんですけど、えー、もうそうなってくるとウィンブライト、さすがに砂巻かれたら厳しい。いくら高速、ババギリギリ対応できると言っても、砂巻かれた時のね、えー、バばになってくるとウィンブライトとかも厳しくなってくるんで、はい、その点ご注意ください。まあ土曜日の、えー、ババを見てからまた決めます。あるいは事後調査でもちょっとまた固めて、ほか印見て決めますわ。 はい、ちょっと長々となりましたけどはいお砂情報ね、えー、もし初めての方いたら一応参考にしてくださいまあただ、えー、それをね鵜呑みにしすぎると大変なことなんでうんいや鵜呑みにするっていうか、えーまあ、情報を仕入れるのはいいんですけど、えー、それをね馬鹿正直ずっと買い続けるとあるいはね爆買いしちゃうとまずいことになるんでご注意くださいはいそうですね とりあえず、今年はちょっと巻いてきそうな気がするんで。で、まあ、もう一個言っておくと、巻、ま、い、あ、てくる理由としては、エペルシアイド、この後大阪杯出る予定にしてますと。はい。で、えー、ここね、JRA の、まあ、独断と変形ですけど、陰謀としては、陰謀とて言ったら失礼ですけど、えー、今年大阪杯、北サンブラックですね、去年のスーパースター、北サンブラックがいません。はい。JRA は、特にね、どれが一番人気なろうか。 えー、3連高ね、どんだけ高配だろうが、JRA の人は、ね、関係ないですね。ね結局元、えー、75%から80%ぐらいですか、ケン返すわけなんで、はい、JRA の目的はあくまでも売り上げを上げることなんで、それ考えると、北ンブラック抜けたら今ね、明らかに売り上げ高とか落ちるわけですよ。で、サトンダイヤモンドとか出る予定しますけど、 はいま砂、あ、糖ダイヤモンドでね客寄性は多少ありますけど北サンブラック並みのね売り上げが期待できる回と言うんですよねでそうなると佐藤ダイヤモンド一強のお茶じゃね、えー、馬券的に面白くないと言って買わない方も出てくるわけですよね砂糖ダイヤモンド爆買いする金持ちの方も多少知れとるんでそうなってくるとやはりこれね異色のマイラーから中山記念買ったペルシアナイトならねまだデムールやし 買う方出てくると思うんで、独断と偏見の予想図ですけど、ここ中山記念ね、砂巻いて勝たしといて、まあ、大阪へ負ける云うんぬんじゃなくて、とりあえず大阪近年大阪入ってペルシアナイトの売り上げを上げようっていう根端、個人的に見えてるんで、独断と偏見めっちゃ固まってますけど、<laughs> そうなってくると、ここは砂巻いてくるってのが私の見解です。はい。 ということで、えー、いい加減な展開をほっといて、以上で事前調査終わらせていただきます。長々とご清聴ありがとうございました。